アルテュール一世は、ブルターニュコー。イングランドの王族で、英語名は、アーサー・オブ・ブリタニー。父は、イングランド国王ヘンリー二世の四男ブルターニュコー、ジョフロワ二世。母は、ケルト系のブルターニュコーコナン四世の唯一の子、コンスタンス。正式な立大使はされなかったものの、オジリチャード一世は一時期、アルテュールを、自身の後継者と考えていた。 1186年、アルテュールが生まれる以前に、父女フロアが、フランス王フィリップ2世が、パリで開催した場上やリジェイでの傷により休止する。夫の死後、その忘れがたみとして出生した息子に、母コンスタンスは、騎手道物語から得た名前を授けた。その後、本来はコンスタンスがブルターニを統治するはずだったが、1188年、 ヘンリー2世はコンスタンスをイングランドに領土を持つチェスター・ハクラヌルフと再婚させた。1191年、ヘンリー2世の死後即位したリチャード1世は未婚であり、アルテュールを自身の後継者として指名したが、同年、ナバラ・王女ベレンガリアと結婚した。1196年、ブルターニュの独立を重んじたコンスタンスは、7歳のアルテュールに、 ブルターニュ公の継承を宣言させ、かつての夫であるテュールの父のジョフロワがそうであったように、フランス王フィリップ二世と同盟関係を結ぶことにした。ブルターニュはフランス王国内であり、ブルターニュ公はフランス王に侵入する諸公の一つであるため、それ自体には問題はないはずであった。また、プランタジネットオケ自体がもともとはフランスの安住博家であって、 フランスで生まれ育ったヘンリー二世やリチャード一世にしても、その知性の最大の関心事は、大陸側にある、領土問題であった。だが、この頃からリチャードとフィリップ二世の対立が深刻化し、やがて両者は戦いに突入した。1九9 9年、リチャードが着手のないままアキテヌで戦死すると、フィリップ二世の干渉を有助した、イングランドの貴族は、最終的な、 リチャードの遺言通り、王帝、ジョンの王位継承を決定した。だが、アルテュールとブルターニュの貴族は、ジョンは、アルテュールの父女フロア2世の弟にしか過ぎず、王位を継ぐ資格はないとして、暗中白領を抑え、大陸側のプランタージネット領諸行の協力も得て、イングランド王位を主張した。この際、アルテュールの祖母にあたるアリエノールは、アキテーヌを抑え、ジョンを支持しており、 ジョンはイングランドへ渡り退官した。その後も、1200年のジョンの強引な結婚から、フィリップ二世がアルテュールに、大陸側の領土を与える事態を招くなど、両者の対立は続いたが、1202年、アルテュールは、ミルボー城のアリエノールを捕らえようとして、逆に援軍に駆けつけた、ジョンの軍勢に捕らえられ、ルーアンに遊兵されてしまう。1203年4月、アルテールは、 消息不明となり、ジョンの指示によって暗殺されたのだという噂が流れた。真相は不明だが、このことによってイングランド、大陸側双方の貴族たちに、ジョンに対する失望が強まり、やがて、フィリップ2世による大陸側のプランタージネット計量の没収へと繋がっていくのである。ありがとうございます。